さあついに今日から5月6日までゴールデンウィークでございます。5月6日のお台場のアピちゃんたちめっちゃ頑張ったので、頑張っているので練習お待ちしております。また再度後で言います。昨日あの公式の ST48 の公式の X に告知動画とあの昨日のレッスンの写真を撮ってもらったんですけど、あ、撮ったんだけど、手前に手だけ写ってる人がいるんですよ。それは誰でしょう。のぴちゃんこれね、誰か知ってるんですよ。さあ誰でしょう。おはよう。知っている人な気がします。絶対に知っています。ピースしてる。おはよう。正解はデルルルルルン、のっちゃんでした。そう、この写真まるでのあぴちゃんが撮ったような写真なんですよ。こうやってさ撮ることもできるじゃん。そうだからそういう風にも見えたりするんです。でも実は隣でねマネージャーさんが撮ってたんですよ。こうやってカシャッとイエーイって。そう、皆さんハズレでしたね。ノーピシャの手です。そう、もうめっちゃ急に撮られた写真っていう。うん、確かに映らないならせめて撮った方が良かったかでもね、そう、なんか映っていいのかどうか分かんなくなっちゃって。そうっていうちょっとした裏話でした。8時以降に投稿されたやつ。で、5月6日はですね、もう何度も言っている通り、何度も言っている通りものすごく盛り上がります。みんなが思っている以上に盛り上がると思います。だがしかしファンの皆さんが客席満員になるとよりよりより盛り上がる曲もめっちゃあるんです。だから
来れる方はぜひ来てください。お願いします。やっぱねゴールデンウィーク最終日っていうのもね、難しいっていう気持ちもものすごく分かります。家族旅行だったり、まあその次の日からねいろいろとあったりするので、ゴールデンウィークに遊びに行きましょう。本当に東京に遊びに行こう。お台場でナオピちゃんのライブを見にぜひ来て。そう、みかんもねお仕事だったりとかねそういうのもあるのでね、しょうがない部分もあるんです。あ、やすもさんありがとうございます。嬉しいです。ですよね、しゅんです。まあでもその中でもね、来てくださる方とかもねありがとうございます。お待ちしております。交通費、東京はね楽しい部分もねお台場以外にもたくさんあると思うので、観光としてぜひ一度は来てみませんか。あうん、今から、うん、待ってるね。ね、自転車でね会場まで行けたらね。そうなんですよ、肉フェスも同じとこでやってて、なんか昨日の告知動画でね、あの見てくださった方はちょっとわかるかもしれませんが、あのですね、明日じゃない、え、今日って何日ですか。3日、明日明後日し明後日、早い、し明後日には本番です。昨日のね口動画で あのキャプテンあずみさんが少々ネタバレをいたしましたか。わかりましたか。ね、まだ見れない。あらららら、確かにハッシュタグがねあれだから、ぜひ見てみてください。ちょっとだけネタバレしそうになった部分があるんですよ。それを全力で止めに行っているあの他3人っていう、ちょっとね面白い感じになっておりますので、なんかちょっと寸劇風なちょっとあのわざとらしくやったあの感じのものの告知動画だったんですけど、すごくね楽しくなっております。イエイエイエイ、2.5期2周年、はあ、そっか、今日が休みかだもんね。多分あの曲だなっていうあると思います。2周年か経ちましたね。2年って早いですね。そのうちあっという間に3周年になるんでしょうね。早いものです。
あの動画かな、もしかしてニューエプロジェクトのショート動画で私は安住に襲われかけている動画があるんですよちょっとだいぶねやばい動画ですね。あれはね面白かったです。最高です。やっぱり安住最高だよ良きだよ。おはよう。タオルぶん回す曲がめちゃあります。一部二部も両方ともねタオル振り回します。ブン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 。だからみんなタオルあるといいよ。あ、ブン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 確かに、ね、もしかしたらあるよインフルエンサーお台場ね。そうそうそう、お台場頑張ります。ああ、飛行機雲ね。そう、めっちゃ振り回す曲がねありますので、48グループ以外のものでもね振り回したりしますので、ね、楽しみにしていてください。うん、シュケイさんのシティヨシさん、ナプちゃんしか嬉しい、ありがとうございます。14歳です。中学3年生です。こちゃんフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は今日ね、ハピヨシフォロエスティ、せーの。あ、これね、のぴちゃん考えたことがあるんですよ。あなたは今日でのアピアシホラエスティ、ピピピーって可愛くない？ピピピこの曲好きなんですよね。聞くたんびにホホホホホってなる。確かに久しぶりに聞きました。うん、確かに。ああ、ゴリオパワー、おお、早口になる。来るじゃないんかーいは、ちょっと早く入ればいけそうだね。ほら、エースティー来るじゃないんかーいってセミさん、お紅茶ありがとうございます。ピピピ、ピピピピピって結構ピって言いにくいっていう、ピピピって連続で続くと言いにくいっていう風なね意見もいただきまして、そう、確かに自分で言ってても言いにくいなって思ったことがあるんですよ。ピピピピピッでも可愛いからやっぱり続行しちゃう。うん、ですね。今月の七並べはちょっと本当にガチイベですね。
イラさん25億一緒に達成しましょう。35億みたいなあ、待って、ありがとう、思い出させていただいて、あ、私は完全に忘れていたよありがとう、早口言葉やばい、早ってやったら早送りカレンダーが出てきた。早送りカレンダー、では今日の早口言葉、どうしようかな。じゃあいきます。殿様の長袴、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 袴、長い袴、長袴、殿様の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 長袴、これはなんだ、言いやすかったです。そう、歌い手さんでもう みんな絶対にこれ早口言葉で練習するんですよ。キャリーパミピャミシャン、すいません、キャリーパミパミさんです。はい、壊れた長袴やばい実はね、早口言葉はねここずっと続いてるので、まだね三日坊主じゃないんですよ。もう誰が三日坊主なんですか。のぴちゃんもいろいろとあるんだよ。まったく、あ、なんなんだねえ、失礼だな本当に。そして本日はありがたい言葉、過去にこだわるには人生はあまりにも短すぎる、僕は未来を見つめたい。ルーリードさん、アメリカのミュージシャンの方です。手話も、もしこの世界から公共が消えたら争うことなんかなくなるのに、ララララララ、ララ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 ラ、アレチにポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて誰かとっていう、覚えてありますよ。本日もちょっと深めのねお言葉ですね。過去にこだわるには人生はあまりにも短すぎる、僕は未来を見つめたい。難しいね、やっぱり14歳ってまだちょっと経験が足りないっていうのもあって、
そのこれをうまくこういうことだよねっていう解釈が今難しくてですね、これは難しい、深いですね。その多分人生の中、そのなんだろう、その人って大体生きられるのって大体何度ぐらいまでってあるじゃないですか。多分それを、あの頃は良かったみたいな、あの難しいですね。いや、なんかあの頃は良かったみたいなってそういうのちょっと違うんだよね。そうだ、じゃあそうじゃないんだよね。もしこうだったらみたいな、そういう系もしかしてだけど、なんか多分それ、その過去をずっと考えてると、まあなんだろう、人生ってその数な永遠と続くわけじゃないけど、からその過去って短い、難しい、その先を多分ずっと見て、未来を見ていると、そうね、過去にこだわらず、本当に難しいな。今起きろ、本当にそうなんですよね、うん、めちゃめちゃいいこと言いますね、偉い、よしよし。本当に過去を振り返ってももう過去には戻れないから、そう、過去にこだわってもなんだろう、それは過去のことであって、まあ未来をやっぱり、見つめていたいっていうのは、その先の長いね、未来の方が、何が起こるかわからない未来を多分、いろんな目標を立てたりとかいうので、意味が込められてるのかな。難しかった。たくさんだるまさん、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。これは本当に難しいですね。うん、一瞬ちょっと点が悪い時に似たようなことを言っていました。うん、そう、過去の失敗を現在にも生かせるからね。その、まあ終わってしまったことよりもこの先のことを楽しんで考えてみると、きっととても面白いでしょう。一体私は誰なんだ。うん、来世ね、アピションみたいな感じになってるかもしれません。まあ、テンスのシングルの君は何を後悔するのか、過去にね、ああしとけばよかった、こうしとけばよかった、あれしなければよかった、これしなければよかった、そういう後悔って誰しも必ずあると思うんですよ。じゃなくて、もう先へ進んでいこうっていう感じですね。ナピは40、ナピは40歳です。そう、後悔、
何も後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものはある。人は誰も全てやりきったなんて簡単に言えないよ。やり残した何かを明日頑張ろう。明日はフラワーフェスティバルよろしくお願いします。出ます、出演させていただきます。嬉しい。明日ね、そうフラワーフェスティバル のステージになくちゃん立ちたいなってずっと思ってたことがあって、やっぱりね大きいステージだし、今年の生誕で41歳おめでとうって、いいじゃん、いいのかマピちゃんしかできないネタですね。41歳おめでとう、うちは欲しいな。なんか、わかる。わ、なんか、すごいわかるわ。全然違うのに。ねえ。いいじゃん。いいね、多分みんなびっくりするよ。あーび41歳のお誕生日おめでとうみたいな感じで言われたらイエーって感じだけど、みんなえーってなる。そう、絶対誰にも伝わらないやつ。なんでってなる。みんながみんな驚くやつ。ねえ。41歳の誕生日おめでとうのさ。最初の生誕のさ。あのやつがさ。ああ、いやいや。あの、美貌は保ったままの41歳です。嬉しい。ああ、まったくまったく。ものすごく大変なことになりますね。美魔女です。ルルアさんやってます。もうやばい。あ、ごめん、バスの中だったんだね。いいよ、一人でちょっとフフフって笑ってる。あ、よし、急いで。ぴょんぴょん。うん、ね、ぜひぜひ。まあ、実年齢次の誕生日15歳になるんですよ。あの、なので51歳かもしれませんね。お待って、これ20歳になったらどうなるんだろう。42歳、戻る。戻っちゃう、戻っちゃう。か12歳とかね。20歳、2歳、2歳、12歳、13歳。確かに落ちてよかった。
還暦おめでとう、やばい、多分すぐ言えちゃうよ、還暦おめでとう。16歳で言える。61歳のお誕生日還暦おめでとう。私も還暦の初期とか来てやばい、なんだこれ。チョキじゃないか、あのちゃんちゃんこ。でやばい、なんで今ちゃんちゃんこって名前が出てくるの、すごくない。還暦おめでとうセレモニー。やばい、もう面白いな、一人だけ全然違う生誕だよ、誰もがわからない生誕になるよ。伝説の生誕。うん、ねえ、まったく、ちゃんちゃが赤いちゃちゃこけるの。やばいね、もうめっちゃ個性強い。もうちょっと可愛い世代にしよう。楽しい、 いいけどね、絶対楽しいけど、多分話題になるよ、歴史に残る、多分一つ歴史を刻める、私これ。いや、最近ね、マネージャーさんからめっちゃいじられるんですよ。ノアバーって言われる。違う、私がその、あの、マネージャーさんが大変そうだなって思った時に、なんか、ちょっと優しい言葉をかけたら、ありがとう、ノアバーって。そんな、おーおーおーと思って。おばあちゃんの、俺のおばあちゃんかって。私のおばあちゃんなのとか、ノアバーって言われるんですよ。ジュビン、あの、やばいよね。いや、本当に、え、本当に私さ、14歳なのに。そう、ノアバーやばいよね、やばいよね、本当にバスの中で。いやー最高ね、やばいね、最年長じゃなくて最年長に。ね、でもそんなおばあちゃんみたいな言葉かけたっけと思って、荷物とかね、大変そうだなと思って、あ、持ちましょうか、あの、いや大丈夫だよ、本当ですか、めっちゃ重そうですよ、分かったよなおばあみたいな、いやそんなおばあちゃんみたいなこと言ってないよね。もうね、最近 STU の中でもなんかね、いや、まあ、そう、なんかファンの方からも40代って言われるんですよねって言ったら、いや70代でしょって言われるんですよ。もうね、みんなと一緒。やばいよ本当に。はあ、ね、そうで、たまに90代とか言ってくるの、本当にもうみんなと一緒になってきちゃったよ、やばいね。いやー、コールン超絶かわいい、ノアバー、おー、え、やばいじゃん。そう、メンバーからはね、なんでそんなこと知ってるんとか、え、なん、あ、なんか本当に、え、すごいねって、あずみんとあのくるくるなんか、まあ
そのリオ積んでジェネギャが起きるんですよ。そのジェネレーションギャップで、私アズミンとクルクルの話は分かるんですけど、リオ積の話分かってなかったりとかするんですよ。あの流行りのね話とかそういうのだと、いや今だと韓国のアイドルとかで、ね、そういうのでめちゃめちゃすごい語ってくれるんだけど分からなくてね。そう、なにそれはみたいな、本当にそうなるんだよね。みんなのアババって言いたかったりしたやばいやばい。あそう、10年遅れの流行りだから。そうなんだよ、全く知らなくて。最近だってなんかそんなんかめっちゃみんな韓国か韓国って言うから、あのいろんなグループさんがいるんですね。で宮脇さくらさんきっかけであのちょっとだけ知ってるグループもあったりとかするんですけど、そうやっぱりノーバーかわいいよありがとう、やっぱり好き好き大好き本当にこれはやばいね。私あのやっぱり本当に私40なのかな、やばいね。やっと見つけたおばあさま、お姫様じゃない、ありがとうありがとう。プロフィール1930年生まれ、もうやばいね。みんな驚くやつだよ。この私のルームに来てくださってる方とちょっとあのナペルマの方以外わからないノリっていうやつだよ。だって他のファンの皆さんのあぴちゃんが古いネタすごい知ってるのあんま知らなかったりするんですよ。じゃああのコントなんかあった時にちょっと一回やってみてください。ガチ恋向上そう、王道キュルキュルアイドル、ナミちゃんも王道キュルキュルアイドルだろ。ピュアピュアで美しくかわいい、王道キュルキュルナーバーです。もう楽しいな、仲良くなると絶対なれる昭和初期のアイドルです。実は聖子さんと共演したことがあるんですよ。そのおこがましい、いやいや、うん、本人の自由なのでいやそうピュアピュアで美しく可愛いわってるでしょ。うん、明治、わお、俺が生まれてきた理由。待って、そろそろね、ちょっとね、終わろうと思います。もう、9時なので、9時です。いきます。チェティン、ケトシーさん、ありがとうございます。ありがとう。よくね、1時間で配信。テープイズ、サクちゃんさん、ありがとうございます。イレブンです。プリンさん、ありがとうございます。
テレ、え、なずみかんさんありがとう。何、え、おおこてさんありがとうございます。ありがとう。え、えず、つきばがさんありがとうございます。セブン、え、けいさんありがとう。セク、え、なかちゃんさん Thank you very much。 え、フィフ、え、うらべさんありがとう。ほ、え、ピピピトマトさんありがとうございます。アリさん、Thank you very much。 ありがとう。時間です。ゆずきちさん、ありがとう。フリッツ、めでたいさん、Thank you、ありがとうございます。ありがとう。いやー、本日も楽しい楽しい、配信ありがとうございました。もうすごくね、面白かったですね。ではあっちゃん、今日も終わりたいと思います。それではまた明日フラワーフェスティバルでお会いしましょう。お待ちしております。声ラジオのメッセージもね、指定させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、楽しいゴールデンウィークを。それでは See you、 バーイ。またね。ありがとうございました。バイバーイ。ごきげんよう。